はい、ピットブール解除スイッチの話ピットブール解除スイッチの話、えー、これはね私がね動画でちょっと見ただけで本式に調べてないししかもそれも偶然だったのかもしれないしまだ裏取れてないんでねだけど緊急にね、えー、忘れないようにこう吹き込んどかないといけないことだなとしかもですね試してみる価値はあるっていうね スイッッチなんだけどピットボールってよく事故起きますよねまあいい犬なんだけどもいい犬種なんだけどなんか急に切れてですね子供を噛んだりとか人の顔面噛んだりとかするんですよねまあそれは犬全般に言えるんだけどもピットボールねすごい力が強いしそのどう猛なんですね切れた時は。で切れるタイミングもよく分かんないと。 もうほとんどね、飼い主に懐いていい犬なんだけど、たまに事故あるんですよね。たまに。うん。で、その事故がね、本当にひどい事故で、もう顔面全部壊れちゃったとか、子供死んだとかね。大人だってね、腕一本ぐらいやられちゃいますよ。うん。だから、大人の男がね、振りほどけないとか、重傷を負ってしまうとか、子供なんか増してはね、 あるいは女性、力弱かったら、あのまあ、命まで取られちゃう可能性あるんでね。非常に危険な犬というふうに、えー、カテゴリーされてるわけね。で、たまにだけども、その事故った時の被害が大きすぎるみたいなね。で、まあ、普通の犬だったら、犬がぶち切れてね、人間噛んできたと。でも、大人の男がね、 犬の顔面殴ったりとか子供が噛まれてても後ろからねガッと首とかね掴んで離したら離れるわけですよそ死ぬとこまで行かないわけ大怪我しますよ噛まれてね髪跡だけど死ぬまで行かないからだけどピットブルは子供だったらやっちゃうわけですねでまあなんていうかあのぶったたいてもね何しても水かけてもぶったたいても何しても離さないんですよね 噛んだあれをすっぽん部やんで必要に噛むとガブガブ噛むわけで顎の力すごい強いんで一回噛まれるとねもう取れないわけですよ大人がねあのほうきの柄とか突っ込んでてこの力でねピットブルの、えー、口をね噛んでる口を開けようとしてるんだけど、えー、それでも開かないっていう映像をね見たことありますよ めちゃくちゃ力強いし、話さないですよね。まあ、狩猟本能か分かんないけど、一回噛んだら話さないみたいな。私はね、ピットブルにだって弱点あるだろうと。例えばね、えー、眉間のとこね、頭の眉間のとこガーンってぶつ、まあ、の殴られたら、思わず話すとか、そういうのあるだろうと。目をつかれたらね、痛がって話すとかあるだろうと。そういうね、ピットブル解除スイッチみたいなのないのかと。 ないんですよねあのないんですよこれが普通ね普通の動物はここが救所団みたいなのあるはずなんだけどピットブルに関してはねないんですよねうんそれでねだとしたら街でねピットブルで噛まれてる人がいて倒れてると私が助けに入ろうとしても何やっても離さないんだからピットブルはね だから、まあ、私自身がまれる危険性もあるんだけど、自分の子供とかね、噛まれてたら、ピットボールガンガン殴って引き離すわけですよ。だけど、ピットボール弱点ないから殴っても別に離さないっていうね。これどうしたらいいのみたいな。まあ、そういう危険性もあるんでしょうね。うん。大人がついてても、事故は起きるときは起きるよと。はい。で、対処ができないぞという弱点ないから。で、怖いみたいなね。 ことなんですけどこれね、本当か嘘か分かんないけど、動画で見ただけなんだけど、えっ、ー、とね、私はね、試す価値あるなということで、その動画ではね、ピットボールで噛まれてる人がいると、周りに大人が集まってきて話そうとするんだけど、ね、全然話さないと。人間が引っ張っておられじゃあの、全然話さないからね、噛んでる口を。で、その一人の男性が立ってきてですね、その男性は、なんかよく知ってるとか分かんないけど、 ピットボールのお尻の穴にね、指突っ込む。ガーンって。ピットボールのお尻の穴ね。あの、むやみやたらに突っ込んるわけじゃないですよ。ちゃんとこうね、こうお尻の穴探してグって突っ込むわけ。そしたらピットボールがバッて口離して逃げるみたいなね。その映像を見ましたね。衝撃的で。あれほどね、一回噛んだら離さない。非常に獰猛なね。あの、ターゲットをもう死ぬまでやっちゃうみたいなね。 そういった犬ですけど、お尻の、お尻穴にね、なんか、指突っ込まれると、ギャーみたいになって逃げるみたいな、ね、話すし逃げるみたいな。これがね、プリピットブルーの解除スイッチなのかと。私はね,ねと、そう捉えてるんだけど、こう、裏取れてないし、その一例だけがね、偶然そうなったのかもしれないし、そのピットブルーだけに通用する、ね、ボタンかもしれないし、 全くね、詳細不明で分からないんだけど、でも現在の私が知りうるね、ピットブルの弱点はそこなんですよね。お尻の穴なんだよね。で、なんか街でね、倒れてて、ピットブル噛まれてると。まあ、あるいは子供とかね、助けないゃしょうがないですよね。でも、助けるって言ったって、殴ったって何したって話さないんだから、うんで。自分が腕を噛まれる可能性もあると。その腕は、 誰も助けてくれないつまり周りに大人が何人いてもね私を助けてくれないんですよ助けようがないわけね何やっても話さないから,だから怖いんですよね助けるのが無意味だと思うし助けらんないのに助けに行くみたいなねで自分もなんか怪我をする可能性が高いっていうだけどこのピットブル解除スイッチがあれば簡単ですよね 自分が噛まれても押しに片腕が届けば OK なんだから。グイってやればいいわけだからね。あるいは人が噛まれた時は後ろを取ってですね、押しにグイってやればいいわけだから。もう本当瞬間的に話すからね、パッて。だからね、これ試す価値あるんだと。まあ、もちろん私もね、見ただけで、その動画一本だけなんで、絶対ね、これがピット・ブルーの弱点ですと。は言えないし、それでね、 話さないじゃないかって文句言われてもね困るわけですよ私自身が現在そうね考えてるだけで予想してるだけで実際ピットビルやって、ね、やったことないし、うん、でも,もし、ね、それが本当の弱点ならもっと広まってていいですよねピットビル怖いっていうネタがあるたびにあの自衛策としてねお尻穴を指突っ込むんだよと子供のとこ教えとけばいいわけだから だから違うのかなと思いますしでもよく分かんないですね。ただ試してみる価値はありそうだなと思いますね。